昨日都内のイベントに登場した桃田賢斗選手、バドミントン普及への思いを語りました。子どもたちと触れ合うイベントだったりに積極的に参加していきたいなというふうに思いますし、バドミントンの楽しさ、面白さを、広めていきたいなという。そのイベント後、陣内キャスターが2年ぶりに桃田選手を直撃。元世界王者が本音で苦しむ心境を明かしました。こう、前はバドミントン俺好きなんですよねって、楽しいんですよねってずっと言ってたんですよ。今どうですか？今はめちゃくちゃ苦しいですね、はい、なんか、手応えもないし、でもやらなきゃいけないし、勝てないし、でもなんか自分の中で何がどう足りないかも分からなくなってきてる状況ですね。3年前、国際大会年間最多11度の優勝を飾るなど、世界王者として圧倒的な強さを見せた桃田選手。しかし金メダルが期待された東京オリンピックはまさかの予選リーグ敗退。再起を誓う今年、日本開催の世界選手権へ過酷な練習に取り組んできましたが、待ち受けていたのは厳しい結果でした。いや、応援はすごく、久しぶりに試合しててすごく楽しかったですけど、なんだろうな、なんでなんすかね、なんでああなってしまうのか、自分でも分かんないというか、だんだんプレーしてて自信なくなってきちゃうというか、寝れないことは多いですね。こういろいろ考えすぎちゃって。バドミントンから一回離れてみようとかっていうことないですか？それは怖い。できるならしたいですけど、でもすぐ練習したくなっちゃうと思うし、なんだろうな。そうでしょ、バドミントン好きでしょ。好きですね。やりたいでしょ。やりたいですね。で、今はこう自分でもこう納得しないまま、こう試合に行って負けて、で心折れての繰り返しなんで、一旦こうバドミントンから離れるっていうよりは、こう自分が納得するまでこう練習したいっていう気持ちはありますね。思い悩む桃田選手、復活への鍵は何ができたらそれトップに戻れるんだろう。プレーなんですか、心なんですか。全部じゃないですかね。もう本当に今はもう全部足りないと思いますね。一番心ですかね。足りないのは自信。再び世界のトップを目指し、来月からはヨーロッパでの2連戦に臨む予定です。